総理大臣、岸田外務大臣からいただきましたご指示を踏まえまして、早速にも先は大統領、大統領とか、その他の要人の方に直接お会いをして、日韓合意の実施について強く求めていく考えでございます。また北朝鮮問題における連携をはじめ、日本と韓国との間で協力をし、また連携をしていくことは引き続き極めて重要であります。5月9日には韓国で大統領選挙が行われますが、そのことも見据えながら日本国大使として全力を傾けて、これらの問題にしっかり対応してまいりたいと思っています。